さて選手が入場してきました。琉球と京都の対戦は昨シーズンから3回あって、1つの引き分けと京都の2勝で、上里裏を抜けた風間光也、後ろから阿部浮き球コントロールシュート、いや清水ナイスセーブです。いや風間光也がよく抜け出しましたし、はい、丁寧な落としをしてね、バの出番をこういう形で逆に考えたプレー非常に素晴らしかった。ちょっと時間がかかりましたが作り直す琉球、最終ラインリオンジ、ちょっとトラップ大きくなりました。知念縦スルーパス、風間光也、風間光也追いついた琉球。後半46分、風間光也の今シーズン7ゴール目で琉球が、いやここまでね琉球がしっかりとねボールをビルドアップして、この2人のトップが受けに行ってスルーしたことによってね、はい、風間光也がフリーで抜け上がることができたというところで非常に素晴らしい攻撃でしたし、はい、よく落ち着いて隅っこに決め切ったと思います。素晴らしい展開でした。清水の逆をついきました。風間光也の今シーズン7得点目、琉球が不用意な下げ方はちょっとなくなりましたね。阿部から沼田のクロス、阿部、清水ようやく連続でシュートが打てるようになりましたね、はい、福岡いいですね、今下げずに横を向いたのは非常に良かったと思います。さあ本田、ここは富田、富田のクロス、ピーター・オタカー、カルバール止めた。いやー豊かに合わせたんですけれども、カルバハルが止めました。いや先ほど の反転のところから逆サイドに振りましたけれども、京都はライン上げてます。その裏を狙って池田が抜け出した、池田公式の対応、阿部琉球が勝ち越し、阿部の今シーズン11得点目、この後半で2得点。このね池田の飛び出しは良かったんですけど、よくね攻撃ですかね、はい、しっかり返りましたけれど、自分の前に転がってきたらやはりストライカーエースとして決め切りましたね。しかも抑えの効いた素晴らしいシュートで、はい、本当に逆転弾良かったと思いますね。左足でこの阿部が見事に京都のゴールに突き刺しました。